はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ、続きをやっていきたいと思います。ちょっと久しぶりになりますけれども、一応予定ではね、リーユニバースが出る前に終わらせたかったんですよ。で、俺的には多分リーユニバースはなんか年明けてからかなとちょっと思ってたところがあって、年内中に終わらせればいいやとロマンサガの方は思ってたので、ちょっとね、リーユニバースが出ちゃって、まあそっちの方をやっていたので、こっちのロマサガの方は更新頻度が少なくなっちゃいましたけれども、現在ですね、巨人の里に行って、まあその神々の武器を買ってきましたと。で、ただ全然レベルが上がってないので、もう少しレベル上げも兼ねてイベントをこなしていきたいと思います。サヌインはね、イスマス城の奥にいるんですけれども、今回は騎士団領の方に行きたいと思います。で、騎士団領の方は助けをね求めてる人がいるので、ちょっと以前も話は聞いたんですけれども、おさらいも兼ねて騎士団領の人に話しましょう。逆だったか、あれ、こっちは魔の島の人か。もういなくなっちゃったけどね、魔の島は行ったから。騎士団領への船が出ている町であればいる気がする。こいつこいつこいつ、グレ様探しましたぞ。テオドール様が軍を率いてクラーマ様の住むバイゼルハイムへ押し寄せたのです。ハインリッヒ様もテオドール様と一戦交える覚悟。このままでは騎士団領は分裂ですと。これを止められるのは名誉騎士であるグレ様を置いて他にございません。何卒ご助力を。これ結構ほっといてるけどさ、まだ大丈夫なんだ。で、ミルザブールはこっちからだっけ。ブルエでちげーし、そのまま正面のやつでよかったのかな。ミルザブールいいね。あ、お金あったか、ちょっと心配だった。お金見てなかったからね。お金が足りませんとか言われたら何かを売らなければいけないとこだった。いや、でもジュエル余ったんだっけ。結局魔物だらけだよね、改めて見るとこの海は。さて、それではまずはミルザブールのお城の中に入りますか。あ、入れねえ。何、完全に封鎖されている。では一回オイゲンシュタットに行きましょう。オイゲンシュタットはまあ大丈夫だよね。グレイ、君が来るのを待っていたよ。だがもう遅いかもしれない。一体何が起こったんですか。コンスタンツとラファエルが結婚してからテオドールがおかしくなり始めた。フラーマが持っているディスティニーストーンを騎士団に渡すよう要求した。そしてついにフラーマの住むバイゼルハイムに軍を率いて押し寄せたのだ。ほとんどの騎士は彼に従うか日和見をしている。だが私は騎士団の盾、騎士団の名誉を守らなければならない。このようなことを許すわけにはいかない。これからテオドールと一戦交えに行く。勝ち目はあるの。勝負は見えておるが、やらないわけにはいかん。グレイ、この間ありがとう。こいつ、こいつなんだ。自分のことしか考えてないな、こんな大変な時期に。バイゼルハイムにじゃあ一回行きますか。あ、ちょっと待って、コンスタンツこの城にいたよね。コンスタンツはラファエルと結婚してこっちに移ってきたはず。いた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 。グレイ様、よく来てくださいました。現在の状況をご存知ですか。まあ、大体知ってる。父が変わってしまったのは私たちの結婚式の直後でした。どう変わったんだ。以前から厳しい人でしたが、今は残酷なだけです。行動で手本を示す人でしたが、今は言葉で人を操っています。そして優しい父だったのに、今はコンスタンツ泣かないで、ごめんなさい。グレイ様、これはラファエルにも話していないのですが、あれは父ではないと思っています。その気持ちはわかる。違うんです、気持ちの問題ではなくて、今ミルザブールを治めているのは父ではなく別のものだと思うのです。話をしてもそばにいても父の感じとは違うのです。どんなに人が変わっても間違えるはずがありません。つまり何者かがテオドールさんになりすましている。そう、そして父はもうこの世にはいないのではないかと。コンスタンツ、とにかくミルザブールへ行って確かめよう。城へは誰も入れてくれません。この鍵を。城の北側に使われていない扉があります。そこの鍵です。城を抜け出すのに使ったんです。あ、使っていたんですか。ラファエルに会うために。ええ、とにかく父のことを確かめてください。そして騎士団を助けてください。それができるのはグレイ様だけですわと。じゃあ行きましょう。
一回城に入るのか、じゃあバイゼルハイムに行こうかなともちょっと思ってたけど、まあ鍵をもらったんでね、ここはミルザブールに行きましょう。でこっからは入れないから、どっから行くんだっけ、北側に抜け道があるみたいなことを言ってたよね。木のところから行くのか。ちょっとここら辺をチェックしていくけど、ない、ちょっと待ってどっから入るんだこれ。ここは完全に封鎖されてるもんね。ここら辺から抜けられそう、抜けられそう、いけそういけそう。ここだ。さてそこから下水みたいなところに抜けるのかな。来ました。あ、ちょっと待って、なんか言ってたけど多分鍵を開けた的な感じかな。よし、これで城内に入れますね。ここ封鎖してないのがイカれてるよな。ガッ、敵がワンサカいるんだけど。グレイはアイスソード、フォークはジルコン、アルベルトはレフトハンドソードで、シフがウコムの矛、バーバラは一回前に出るで、エリスの弓と、ちょっとずつ火力は上がってんのか。でジルコンの矛とか強すぎる。ナイスソードもまあまあ火力は出るね。こいつは防御してるからあんまり通らないはず。やったら、このまたモンスターの量が半端ないな。あー、しまった、防御しちゃった、危ねえ危ねえ。でアンバーの土、まあ、せっかくアンバーの土も買ったんでね。いやジルコンほんと強えわ。あとはレベルが上がってくれるのを祈る。ヒットポイントマジで上がらん。もうでどっちへ行けばいいんだ。とりあえず玉座向かいたいから左側から行くか。27、やっぱり弱かった。エリスの弓はね、多分ねレベルが上がれば上がるほど攻撃力倍率みたいなのがね上がるんで、ちょっとレベルが上がらないと本当に弱い。あとそろそろこまめにセーブしないと、いきなり強いやつが出て全滅するから。よし、アイスソード上がった。よし、アンバーの土も上がった。セーブしよう、ちょこっちにセーブしよう。待って、いい絵しちゃった。ちょ、待って。オッケー、左から行こう。いやでもさ、15レベルまで上げるのって相当苦労するよね今から。もう裏方でずっとレベル上げしてないといけないかもしれない。まだまだ時間はかかりそうだな。もうサルインはね本当に技を使っていかないとダメージがなかなか通らないんで、いくら神々の武器を手に入れたとはいえ。謎の水魔法。よし、アンバーの土、もう金はどうでもいい、正直どうでもいい。出た、フルフル。ちょっと待って、これはガチでいく。フルフルだけは早急に倒す必要がある。ハヤブサからの、ハヤブサからのもうトマホークだなこれ。とにかくフルフルを倒すことに集中する。ヒットポイントそこまで高くないと思うんだよな。千鶴が入ればス
スタンニングブローって何？全然ダメだ。全然打てねえわ。こいつこっから何も打てねえな。一回前に出るか。トマホーク800、2500。いや全然倒せない。倒した、危ねえ。あとはまあ麻痺触手1とか普通にやってこう。ジルコンの斧もトマホークないからな。3回前に弱です。3回じゃなくて2回か。一番後ろだから3ターン目でようやく攻撃ができる。まあ、防御されてるからね、それはしょうがないんだけど。まあこいつら倒したらまた突破しますか。もう最近はね、早送り早送りで申し訳ないですけど、戦闘がとにかく長いんで。いや結構強いなこいつも。待って、ガーラルになってる。スタンニングブローちょっと使ってみてもよかったかもね。でも最初の技だからな、あまり強くはなさそう。1出た。知力、精神、愛。ダメだ、上がんない。よし、ジルコン、いいね。よし、アンバーの土結構上がんな。起きた、エリス。魅力が上がった後に回転しだすともう絶対武器だからね。まあ、武器っていうか、そういう武器とか術とかステータス的には魅力で最後だから。またフルフルがいる。ちょっと待って、セーブしといてよかったけど、どう始末するかだよな。いけるか。ガーラルアークスからのトマホーク、はやぶさで切るでしょ。アイアンソードしかないんだよな、後ろに攻撃できるのが。まず早急にレブナントを倒す。もうどうしようもないなこいつも。大指使おう。ここは日本一だな。3000ちょいくらいで倒せるはず。いや、きたー、ぐわっ。壊滅的ダメージを受けている。ガーラルのちょっとトマホーク、もうあとは普通に攻撃していこう。倒せない、待って、これは死んだ。いや、フルフル後ろにいると無理だな、強すぎる。よし、正面。アイスソード。てかグレーすげえ食らったな、なんでだ。ジルコン、あれどこ行った。レフトハンドソード、ウーコム。でアンバーの土はちょっとあれだ。エリス、ベルニー弓マジいらなかったな、超高かったのに。こいつ超弱え、絶対レベル上がんないよ。600とかで倒せんだ。上がった。やった。セーブセーブセーブ。即セーブ。よーし、レフトハンドソード。
レフトハンドソード OK、 上がりがいいね。アンバーの土、よし、ジルコンの斧上がる上がる、レフトハンドソード OK、 いいな、結構上がってくね。上がった、アンバーの土、エリスの弓とかマジなんなの上がらない、出た、フルフル、ちょっと待って、これはやぶさからのちょっと全戦力を全滅弾いけるか、王者の剣もなんかあれなんだよね、敵を撤退させる系の技だからそれにかけよう。一旦はアスカルクラッシュとかに残れてる、残れるからな、アスカルクラッシュ使ってみよう。使えねえんだそうだ、アンバーの土だからダメだ、全滅弾誰も効かねえんだけど、王者の剣逃げた、吹雪殺さない、うわーってなってない人たちは何なの。さてはやぶさの1ダメージも当たってないよね、だって十文字だで、これどうしよっかな、大地の剣も大していいのないからな、石化するフルフルとか、あ、クリティカル倒した、いや倒したのはいいんだけどさ、みんな瀕死だからな、よしこれで一応一旦こっち来て、うわ今度悪魔系かよ、なんだこのうじゃうじゃ出てんのは、いや待ってこれさ、なんかもしかしたら牢屋に捕まってる可能性があるな、ここじゃなくてしくじったか、回復していきます、癒しの水で順番に、まあ、倒せるは倒せるね、待って本当に待って、なんかそんな気がしてきたな、一旦調べてみようかな、調べながら戦えるかな、1でも食らったら死ぬかね今バーバラとか、とりあえず1のやつを最優先に回復させよう、あ、大丈夫そうだ、牢屋は関係なかったな、危ね危ね、本棚になんかあるみたいな、そんな感じで書いてあったな、どっちと接触した、どっちでもいいや、いやテオドールがいる洞窟を探し当てるまでにも結構時間かかるね、
でまた中どうせモンスターだらけなんでしょ。ただ一回この城を出るってことは寝れそうだからな。アイスソードが全然何も覚えねえな。じゃあホークから回復していくか。回復量が半端ないかな。なんか死んでる死者が出るかもしれん。1謎。水の攻撃がだいぶ上がるな。アルビルトちょっと回復しないとな。あとシフか。もう炎系の魔法ほとんど効かないんじゃないの。みんなそういう防具を装備してるからね。え、ああ待った待った待った、あっちょっと待って、早いんだけど。あった、このマップだ。テオドールさんはこの場所に捕まってるみたいだな。なんてさ、捕まってる場所があんの本棚に出た。これ最悪だ、マジでやばい、ガチでやばい。これイフリート2体とかだってさ、今回のさボスイフリートだよ。そもそもなんでもうボスが出てんのっていうそういうゲームだからしょうがないんだけど。注文時なんでまずこいつを確実に倒そう。いやマジかよ。大神剣いくかな。ガーラルの二段突きかな。ハルベルトじゃなくてガーラルはないんだけど、ハルベルトか。強乱撃使おう。日本撃ち、よし、こいつクリティカで倒すからのシーズリー。あ、こいつ防御してる、もしかして防御してればそれで助かる。よし動けない。てかさ、よくよく考えたらさ、炎大丈夫なんだよね。パニック珍しい。そうだ、そのために巨人の里行って防具揃えてきたんだから。フルフルは確かに怖いけど、イフリートは恐るるに足らずのはずだ。レベル上げ用に攻撃をさせてもらおう。いや大丈夫なはず、ファイアボールは大丈夫、さっき証明済み。でこういう強い敵が出てくれたってことは上がらない、上がらない。無用な戦闘は避ける。でまたあのゾンビゾーンに行くのか、超めんどくせえ。え、いる、変なボスがいる。まあ大丈夫でしょう。待て貴様ら、そのマップを見たからには生かしておけねえ。マップを見たからにはってなんだよ。ミノタウロス、いや普通に行こう。1回ずつ使って武器レベルが上がる可能性だけは作っておきたい。まあ普通に通るよね攻撃は。156、それなりだな。1回攻撃だったら超楽だな。弱っ、なんかレベル上がってくれ。いやお前はいい。いや全然ダメだ、全然クソ雑魚だったな。フルフルの方がよっぽど怖えわ。フルフルを大量に配置してた方がいいんじゃないか。みんなで吹雪やればさ、この世界滅ぼせるよ絶対。絶対ステルエンハース使うからね最初。なんか死んねえけど、
まあ、絶対ってわけじゃないけどさ。あ、レフトハンド上がった。よし。セーブセーブ。まだ10円いつも残ってるんだ。うん、まあでも、アンパーの土も2つ目の技覚えたからね。やっぱりちょっとずつは上がってるな。ベルニウムで仕留めたんだけど。バーバルもそこそこ早いからね、一発は打ってくれる。よしよしよし、 OK。 一回でも振ってくれればレベル上がる可能性があるんで。よし、ジルコン、やった。ベルニウム、ようやく1上がった。いや、来てよかった。ここビルザブール、めっちゃモンスター多いけど、やっぱ戦ってれば徐々に上がっていくか。先は長そうだけどね。火力上がってんだからよくわかんねえや。このサソリとか超雑魚でしょ。お、上がった、やった。なんだ、急に上がりが良くなったぞ。謎現象だ。素振り素振り、もうひたすら素振りよこのゲームは。あ、日本打ち覚えた。よし、ベルニウム日本打ち覚えてくれれば、いざとなったらそれを使えばいいからね。なんか上がってるような気がするけど、まだまだ弱えな。3つ目の技とか覚えるまでいかないとダメかな。アイスソードもまだ何も覚えてないからね、なんだかんだで。いや、ジルコンはほんと強えわ。よし、ウコム、アンパー来た。オッケー。ちょっと敵が多い。で、次また下叩かないといけないから、今度アイスソードが上がんない病だな。なんかすげえ偏ってんな。まあ、ホーク早いよね、やっぱり。まあ、素振りの回数が多いからか、必然的に。でもまあみんな1回ずつ、いや、バーバラが振れないのか。これ多分ホークがジルコンの振って終わりっていう。よし、レフトハンド、ウコム、ベルニー、いいね。最強の神々の武器が1つずつ上がった。透明剣だかなんだか、アクシザシも覚えたな。よし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 。まあ一回さ、バーバラブーってやっちゃうんだけど。一回前に出ないといけないのがめんどくさいな。こいつは結構耐久力があるからね。今回アンバーも触れそうだな。これをさ、やるだけでさ、でも30分以上かかってんだけど、すでに。テオドールのところは、ちょっと分けて、動画を撮った方がいいかね。よし、レフトハンドの、レフトハンド。そういえばね、ちょっと行きたいところも実はあるんだよね。ここで行ったじゃんって思うかもしんないんだけど、
ここ取ったっけっていう、まあ、取ってないよね。ほら高い指輪、これ欲しかったので、高い指輪はただ指輪って結構買った、あ買ってねえや高い指輪これ装備させよう。でそうするとね、ヒットポイントがね、最大ヒットポイントの16分の1ずつだったかな、なんか毎ターン回復するようになるんで、かなりいい指輪なんだけど、早めにね本当は取れるんだけど、すっかり忘れてた。でここ細いところだからね、多分敵がわんさか寄ってくるんだよな、まあ、倒しつつレベルを上げつついきますか。3、違う、もともともう3しか減ってなかったんだよ。多少ダメージ食らってもほっとけば回復するんで、食らいました。動けないだけか、動けないだけだったらなんてことはない。よーしアンバー、セーブばっかりだな。いやでもいつフルフルが出るか分かんないからね、後ろフルフルが出るとマジで終わるから。こっちに集まってんだ、それは好都合、いける、余裕で突破できる。で出れないはず。こいつはさ、何なの、なんで後ろにいるんだって思わないのかな。さてじゃあまたこっから逃げて、でさ、なんていうの、その会話が出るのがさ、ワンテンポ遅いからさ、 A ボタン押しちゃうんだよね。一回寝よう、一回寝てまたお金を使っていきたいんだけど、まあ、マジカルシェルターくらいしか買うのないよね。5500円、マジカルシェルターそもそも売ってるっていう。であとはなんだろうな、なんかどっかここら辺になんか物があったような、ないっけふっ何やってんのってまあ思うかもしんないけど、ないか。なんかもう一回ここら辺でね、高い岩がね拾えた気がするんだけどね。ちょっと待って、乗らない、ないか。船着き場、まあいいや。じゃあ一回宿屋に寝て、ちょっと今日は全然進んでないけど、霧がいいのでマップだけ見て終わりにするか。あと道具か、道具、道具を買いに行きましょう。道具屋さんはどこだ、武器、魔法があって道具、あ石化を解くってちょっと何個か買っておこう一応、まあ、こんだけあればいいかで、マジカルシェルター買おう。 OK、 これ金は使った。でここにテオドールが出てるので、次回はこのテオドールからやっていきたいと思います。そんなわけでちょっと大変だったけど、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。